で、本人なくスパチャありがとう。もしレオザさんがイングランド代表監督ならラムズデールホワイトサッカーをスタメンで起用しますか？しますね。だってラムズデールのライバルって今だと、僕見る人はピックフォードなんですけど、誰か私には出てきてる。で、ホワイトに関しては、サイドバックでもスリーバックの一角でもセンターバックでも使えるでしょ？で、サッカー、まあライバル、まあマウントとかいるけど、サッカーマウント、うん、3-4-3選ぶのかね、4-2-3-1選ぶかによるけど、サカマウントは出しますね、絶対。サカマウント、ケイン、あとボランチ、ヘンダーソンと、ああ、まあ、ライスか、ね、あれで迷うけどね、カルビン・フィリップスで。で、センターバックホワイトの、ホワイト、ウォーカー、ストーンズは出しますね。あと、ルークショーかな。ただ今、ユナイテッドあんま出れてないけどね。あ、サンチョもいるのか。左確かにサンチョ、あ、ホーデンいんのか。そうだなぁ、山頂で。いやだ、イングランドやばいな、こうやって見るとね。